皆さんこんにちはレック専任講師の伊藤ですそれでは CFP 短期合格のための傾向と対策 CFP のガイダンスを始めますよろしくお願いいたしますこのガイダンスはですね今年2020年の6月 CFP の試験これをですね受験される方に向けてこれからその試験の日までにですねどのような準備をしていけばよいかということなどをですね中心にお話をしていきたいと思います 資料の方もありますので、時々画面の方ではその資料の方を示しながらお話をしていきたいと思います。このガイダンスをですね、今見ていただいている方が、まあどの段階で、まあ今がまだ試験まで三ヶ月程度あるという時期の方と、もう間もなく試験の日だという方、いろいろな方がいらっしゃると思います。当然その時期によってですね、準備する内容、それから方法ということも少しずつ変わってくるとは思うんです。それから CFP の試験というのは 科目合格をすることができる試験ですから今までに受験の経験のある方科目合格をしている方あるいは今回が初めての CFP を受験であるという方これによってもですね対策ということは変わってくると思いますのでその辺りいろいろな角度からお話の方を進めていきたいと思います。まず資料のですね最初のところに試験日程が載っていますのでちょっとこの試験日程のところから確認していきましょう。<coughs> 2020年の6月の14日それから 6, 6月の21日この2日間にですね試験が行われます。CFP 試験は年に2回行われますが6月の場合にはこの第2第3の日曜日ということで、まあ、固定していると言ってもいいと思いますね。そして試験の出願なんですけれどもこの出願というものが4月ですね4月の8日から始まります。 もちろんもう4月8日過ぎて今ガイダンス見ていただいている方出願の済んでいるという方もいらっしゃると思うんですがこの出願がインターネットであれば5月の11日まで出願期間ということが決まっていますので出願がまだ済んでいない方も期間にはなっているけれども出願の済んでいない方は忘れずに進めるということを留意いただきたいと思います。もちろん出願をするには では CFP 試験どの科目を受験するかということを決めなくてはいけないんですが、この科目選択については後ほどですねお話もしていきたいと思います。そして試験概要の資料に戻りますが、試験時間は一科目120分ですね。そして四選択一の形式の出題になります。ですから文章問題、計算問題、すべて四択ということで回答していきます。マークシートの回答用紙に対しての回答ですね。 そして1科目50問出題されます。ですから、50問の4択問題を2時間で回答するということが、まあこの形式と言ってもいいと思います。そして、試験の科目です。fp6 科目ありますから、この6科目がですね。順番にまあ試験ということで実施されていくんですが、6月14日、1日目の試験で金融と不動産とライフ。 21日の試験でリスクとタックスと相続ということでもちろんこの科目の配列もですね毎回変わることはありませんので1日目にこの3科目そして2日目に3科目ということになっていきます。試験の時間ということをちょっとここに書いてないんですが触れておきますとそれぞれ1日目の 1, 1つ目の科目例えば6月の14日の金融であれば9時30分から試験が開始です。 9時30分から2時間の金融の試験が実施されて、その後1時間の試験の休憩時間を挟んで、次は12時30分から不動産の試験ということになります。2時間の試験と、そしてそれぞれの間に1時間のま休憩の時間ということが設けられていて、3科目目、14日であればライフになりますけれども、このライフの試験の終了する時間が夕方の5時半、5時30分になるわけですね。 つまり1日に3科目の受験をするということになると朝の9時30分から試験が開始になってそして夕方の5時30分試験終了というところまでほぼ1日試験時間ということに費やすことになりますからまあここの中で体力的な面ということそれから集中すると集中力を持,つ持ち続けるということもやはり試験としては重要になってくるんではないかと思います。 この試験日程のですね資料のその下のところに今度は合格率と合格の基準ということが書かれています直近の2回の合格率そして合格の基準というものを載せてありますので直近の試験ですと2019年の11月その時の各科目の合格率です例えば金融であれば29.6%これが合格率であったわけですねその 合格をするために、金融であれば、二十七問の正解が必要であったということが合格基準です。それぞれ試験団体が発表していますので、そこをですね、ここ一覧表にまとめてあります。合格率については、およそ三十パーセント前後と言ってもいいでしょうかね。そして、合格の基準については、およそ三十問前後と。まあ、このように言ってもいいと思います。ですから、ここで試験対策として、一つ取り上げておかなくてはいけないのは。 50問という出題がある中で30問余りの正解をすることによってほぼ合格をすることができるとまあこのように考えてもいいと思いますねただこの合格の基準というのはもちろん一定ではありませんですからやはりここに載ってきている過去2回の合格基準の数字高いものでは33という数字もありますね33問以上正解しないと合格ではないというのが 昨年の6月の不動産にありましたということを考えると一定ではない以上ここに載っている数字よりも少し高めのところに自分自身のそのターゲット合格というラインを置いておく必要があると思います <laughs> 例えば35 50問中35問の正解をすることができれば少なくともここに載っている数値のどれよりも上回りますから 合格をすることがおよそ可能になると、まあ、こう考えていけばいいですね。七割です。五十問のうちの三十五問ということは、七割以上の正解をするということ。これを目安にして、これから試験までの間の対策を取っていくということが必要になると思います。二級までの受験の時には、合格の基準というものが、六割ということが明確に発表されていました。 6割ということは50問の試験であれば30問ということになるんですが今表も見ていただいたように CFP の場合にはやはり7割ととといいいいうことをを一つのの目安にしてて勉強の方を進めたただきたいと思います。そしてその7割というですね問題数の正解をするにはどのような勉強方法があるか限られた学習時間の中でこれから何ヶ月の試験日までの期間があるかあるいはもう試験日まで1か月を切ってしまっている。 いろいろな中でその7割を取るためにはどのような勉強をすることが必要であるかということもこの後お話もしていきたいと思いますえそしてですね資料の方はその下のところに続けていきましょうもう一つ資料の方を移していきたいと思います その学習方法についてということでここにはいくつかの項目を挙げてみましたまあ、この項目ごとにですねこれから内容の方を少しずつお話をしていきたいと思うんですがまず効果的な科目選択の方法ということこれをちょっと考えてみたいと思います6科目ありますからもちろんこれから初めて CFP の受験をするという方がこの科目選択これを考えなくてはいけないですねすでに科目合格をしている方 それからすでに出願が終わっている方についてはもうその自分が合格せなしなければいけない科目に対して注力をするということになるんですがこれから科目選択をしてそして合格を目指そうという方にとっては特に初めて受験する方にとってはどの科目をを受けるかととといいいうことを少ししお話したいと思いますまず一つ目に挙げられる科目選択の方法としては自分自身の得意な科目 ここから受験をするということが重要になると思います六科目がありますからやはりその六科目の中で場合によっては苦手の科目が出てしまっているかもしれないんですねこの苦手の科目というのは得意な科目に比べて同じ学習時間を費やしてもなかなか身につかないということもやむを得ないと思いますそこで限られた学習時間の中で科目合格を取っていくためにはまず 得意な科目から受験をする合格をするこれを科目選択の方法の1つ目に挙げておきたいととと思いいます。得意なな科科目目が複複数数あれば、複数科目の受験ということももちろん必要になってくると思います。そしてその複数科目の受験ですけれども過去の受験者の試験団体が発表している数値を見てみるとおよそ2科目程度の受験という人が非常に多くなっているんですね。 つまり、初めて受験する方それから科目合格している方全てを含めた形での平均値ということにはなるんですが1人の人の受験科目数はおよそ2科目になっているようです。ということは初めて受験する方も6科目の中から選べるとはいっても2科目程度を受験するという方が多くなっているかも可能性があるんですね。そその2科目を選択しようと考えた時には、は、こ 得意な科目というところをまず選択するということを考えてみましょう次にこの科目選択の方法の二つ目ですその選ぶ科目は自らの実務などに関連性の高いものここを選ぶという方法があるんですね例えば他の資格を持っていてその他の資格で実務として活用している内容が CFP の試験の出題範囲と関連している ここについては、すでに自分自身の日々の知識の中で持っていることで試験問題を回答することができるかもしれません。ですから、リズムに関連の高い科目、その一つが他の資格との相乗効果のあるものは優先して受験するということを考えてもいいと思います。例えば、宅建師の方にとっては不動産という科目の受験を考えてみる。社会保険労務士の方にとってはライフの受験を考えてみる。このように、 他の資格との関連性ということを考えて科目選択をする方法もあると思いますもう一つは他の資格を有しているだけではなくて日常の仕事の中で関わりのある内容から受験するという方法もあるんですね例えば保険に関する業務を行っている方やはりリスクと保険からの受験ということがスムーズになると思います金融関連での仕事という方であれば リスクと保険や金融という科目を優先して受験するということで二科目の選択を考えてみるということも必要だと思いますそしてもう一つ科目選択の方法の中でまあ三番目と言ってもいいんですけれどもこの上にあるスケジュールもちょっと考えて選択する必要も出てくると思います先ほどお話をしたように一日9時30分から夕方5時半まで試験時間が続きます その中での集中力を考えたときにはできるだけ試験時間ががつななっていかないいかかよううに科目選択するということこもも必要かもしれません例えば実務の経験やあるいは得意ということを抜きに考えれば1日目の試験で金融とライフを受験をして不動産の時間については休憩であったりあるいはライフの準備であったりということを設ける2日目であればリスクと相続を受験して間の時間については 若干の空白を持つ。このようなことによって、その試験日の集中力、体力ということも考えた科目選択が必要になると思います。もちろん、一日一科目を受験して、今回の六月試験では二科目の受験を考える。という方法であれば、十四日の中で一科目、二十一日で一科目。そして、次の十一月、さらには翌年の試験ということでの。C. F. P. の六科目の合格を目指すという方法も。 必要かと思います次に短期合格のこの秘訣つの2点目ということで標準的な学習時間についてこれは学習時間ということは一人一人の方にとって当然違っていくと思うんですけれども私の一つの目安として申し上げているのは1科目に対する学習時間については100時間ということを考えています。 必ずしもその1科目100時間というのがどれだけの準備がある方あるいは実務などの関わりがあるかによってその数字は変わってくると思うんですが目安とととしててての100時間といい。うことを設けてみてくださいそしてこの100時間というものがではこれから試験日までの間で自分はどれぐらい時間を学習のために割くことができるかによってやはり何科目の受験をするかということにもつながってくると思うんですね。例えば 1> 1日時時間間ととという学習時間を設けるることができるとしますそして1か月間毎日1日3時間は CFP 試験のための学習に集中できるということになると3時間で1か月となれば約100時間に近づくわけですね。となるとその3時間1か月降ると考えたときには1か月間で1科目の学習が整うと考えもし今から試験までの間 2ヶ月という時間があればこの方法やみくもに少ない時間の中で全ての科目の受験をしてどの科目も十分な得点が取れないということになってしまうとやはりモチベーション的にも不十分になりますから限られた時間の中で効率の良い勉強をするために一つの目安として1日 あごめんなさい一科目百時間ということを目安にしていっていいと思います。そしてこの一日あるいは一科目あるいは一ヶ月という単位の中でもう少しこれをですね細分化していったときにということなんですけれどもやはり今大切になってくるのは隙間の時間についてどのように勉強するかだと思います。もちろん一日十分に時間を使える休日などがあればその休日については。 ウェブの講義あるいは通学の講義のチャンスがあればそこで休日を使って講義ということでのインプットを十分な時間するということも可能だと思いますただそのような十分な長い時間というものがもし取る機会が少なければやはり隙間の時間ということを使っていきましょうこの隙間というのは例えば通勤の時間なども挙げられると思いますウェブの講義を 携帯用の,携帯の端末などにダウンロードをすることによってその音声などでの勉強ということもこの隙間時間の活用になるわけですね。あるいは過去問題についてその過去問題のすべてを解くということではなくてその隙間時間で例えば1問でもいいと思いますあるいは一つのまとまりになった一つの論点についての4問程度でもいいと思います。このようにに過去問ついても 限りや限りのある短い時間の中でも回答していくということでこの隙間時間を十分に使っていっていただきたいんですねもちろん仕事が始まる前の時間朝早くあるいは夜すべてが終わって遅い時間かもしれませんそこに十五分でも隙間の時間があればそこをぜひ有効活用していっていただきたいと思います 次に傾向と対策のもう一つ目いきましょう今度はその得意な科目の学習方法ということです先ほど科目選択するときには得意な科目というところから受験するということもお話したんですけれどもこの得意な科目の学習方法についてはもう過去問対策ここにですね十分に取り組んでいっていただきたいと思います CFP の試験の過去問題についてやはり一定の基準の難易度で出題されてくるわけですから 過去問についてそれを教材の一つとしておくことは非常に重要になってくると思います。この過去問対策というのは当然その前提にはテキストを使ったインプットということがあると思います。ただテキストを読み込むということだけでは問題の解答にはつながらない場合があるんですね。そのテキストに書いてあること、これをその通り覚えるのではなくて、やはり問題になったときにどのような問われ方をしているか、 どのような言い方で問題が作られているかテキストでは文章で説明していたことが実際の問題になると計算問題になっているまあこのような対策を取るためには得意な科目はすでにインプットが終わっている状態と想定して過去問に対する演習これを十分に繰り返してみてくださいそして過去問題集ではどの程度の回数用意すればよいかということになるんですが このレックの CFP の実践演習講座では直前1回の過去問についての講義を行っています直前1回というのは2019年の11月の過去問題を使って講義が1回ありますですからここで1回分の過去問というのは講義を受講する場合には当然その内容を把握できるその直前1回に加えてあと2回つまり合わせると 過去三回分の過去問題というのはぜひ準備をしていただきたいと思いますそしてこの過去問題への取り組み方ですけれどもまずは解くそしてえ正解との確認をする間違えた問題についてそこですぐ回答説明に入るのではなくて間違えた問題を再度解くことによって考え方を十分に理解していっていただきたいんですね過去問題集には詳しい解説文がありますただ 解説文を読んでしまうとそれはテキストを読み込むことと同じようなことになってしまいますのでやはり間違えてしまったときにはそのもう一度解くことによって十分に考え直すということを繰り返していただきたいんですねそしてその過去問題ある一冊が正解の選択肢あるいは誤った選択肢を解き直すということによってほぼ内容が整ってきたらば今度はその過去問題一冊これを 本試験と想定して2時間という範囲の中でどこまで時間試験時間内に回答が終わるかどうかの確認ということにも使っていていただきたいと思いますつまり1回分の過去問であってもいろいろな活用方法がありますからそのいろいろな活用方法をその過去問の中で編み出してそしてそれを過去3回ということになるとかなりな時間を使って過去問題の演習ということができるようになると思います 得意な科目については、その限られた学習時間の中では、過去問についての演習ということを十分に行うということ、これをぜひ考えてみてみていただきたいと思います。次に、苦手な科目というところですね。この苦手な科目についても、やはり6科目合格をしないと、CFP 合格者、認定者ということにはつながっていきませんので、仮に科目合格はしたけれども、あと、 受験しなければいけない科目が苦手であるというときにここはどういう対策を取っていけばよいかということですまず一つの話としてはこれは精神的な部分にも若干近づいてしまうんですけれども苦手であるということをあまり根拠なく思わないことこれが大事だと思いますつまり苦手だということを意識しすぎるとなかなか学習が進まないそこで精神的な言い方になりますが その科目も好きな科目であるというように自分の心の構えを変えていくということが必要かもしれませんただ具体的にはその苦手な科目どのように制覇していくかとなると例えば一つの方法としては二級で学習したことの復習これをまずやってみるわけですね二級で学習したことが当然その上乗せになって CFP の問題解答ということになっていきますから今まで 学習してそして合格をした二級試験の時のことを思い出してその内容についてもう一度把握し直してみるということも大切になると思います二級のテキストあるいは二級の過去問題教材は何でもいいと思いますそこまでの範囲の基礎ここを十分に固めてから CFP の受験のための対策に入るということも一つの方法だと思います この2級のときには科目の試験ではありませんでしたので仮に苦手な科目があっても2級としての合格を得ることができたという方もいるかもしれませんただ今回の CFP が科目合格をしなければいけないというときにはこのかつて仮に苦手であった科目もその基礎の固めということをまずは時間を使っていただきたいんですね苦手な科目は過去問題だけやっても その内容がわからないと一過性の勉強になってしまうんです。ですから過去問題に入る前に、まず十分な基礎固めをしていきましょう。そしてその基礎固めの方法としては、2級の復習、さらには CFP のテキストなどでのインプット、そして次の段階では得意な科目と同じように、過去問題に対する演習ということを繰り返していく方法が必要だと思います。この学習方法の一番最後のところに、3つの S というですね一つのキーワードのようなものを書きましたこの S というのはこれはすなわちまあ、ある単語の頭文字を取って S というふうに考えてみたんですその単語を3つ挙げてみたいと思うんですがまず S というですね一つの単語一つ目はこれはスピードの S なんですスピードつまり速さになるわけなんですけれどもやはり2時間で1 120分で50問の問題を回答するためには回答するための速さこれが要求されるわけです平均すれば1問あたり2分あるいは3分というところで1問の回答を終えていかなくてはいけないわけですからその2分から3分で1問を解き終えることができるような回答のスピードこれを養っていっていただきたいんですね十分な時間を使えば ゆっくり読めばよく理解できるけれども、という方にとっても。限られた試験時間の中で。例えば三十五問の正解をしようとすれば。やはり。早い。読み。早く読む。あるいは早く計算をするということが必要になってくると思います。このスピードを上げるのは。やはり。過去問題を十分に読み込んでいって。そして。その問題の特徴がどこにあって。さらには。何から。 手掛けていけば回答により早くたどり着くかということを確認する必要があるんですねこの方法もやはり過去問題で使えると思います特に計算問題などで言えることはこの計算をするにはまず何から始めていけばより早くその計算の回答が出るかということも自分なりに工夫するということも必要だと思います次に S という言葉の二つ目 これはセレクト選ぶということですねセレクトを選ぶ何が S セレクトなのかということになると問題50問の中から選ぶということを申し上げておきたいんですねじゃあ選ぶどういう根拠で何を選ぶかというとやはり最初にお話をした合格の基準が35問程度であるということに一つのここに繋がりがありますつまり50問の出題出題問題数があって そのより高い得点を取らなければならない試験ではありません三十五問程度の出題が正解ができれば合格なわけですから自分はどの問題を選んで回答してそしてきちっと正解を取るかこれを選ぶということで挙げてみたいと思います問題をセレクトをするということなんですねで実際に本試験の段階で問題が配布されて問題を回答していく中で そこで問題を選んでいくということはなかなか難しいと思いますこれも過去問題の中で自分はどの問題を選んできちっと正解をするかあるいはその選んだ問題はもう回答せずに先へ進むかこの辺りの見極めということも十分に行っていく必要があるんです具体的な例で考えればある論点の計算問題は5問とももう確実に正解をしようと考えそして次に出てくる別の論点の 二問についてはここはもう自分としては飛ばしてしまってさらに次の論点に進むこのようにして仮に二問を飛ばしたとしても五十問の中の二問ですから全体の合格の基準には影響がないと考えてしまうわけですね何を回答して何を飛ばすかということの見極めも今度はその科目の中での得意不得意ということに影響してもいいと思います 一つの科目の中でいろいろな論点がありますからその科目の中でなかなか十分に理解しにくいというポイントが出てきてしまう可能性もあるんですね。そこは自分自身は解かないというセレクトをしたというふうに考えてもいいと思います。そして3つ目の S これはスモール小さいということの S これを挙げておきたいと思います。スモールとととといいいいうううう小さいというここははつまりり、どういうことか、やはり 勉強していく中で最終的には試験な問題を回答していく中で小さなことにも十分な気を配る必要が出てくるんですね曖昧なまま大まかなままではやはり細かなところに引っかかってしまう可能性があります CFP の試験問題は四子卓一とは言ってもそれを回答するための説明などがありますその説明にはいろいろな情報が載っていますから説明に書かれている細かな情報を読み落としてしまうと やはりその回答が変わってきてしまう正解を出すことができなくなってしまう可能性がありますですから特に節例あるいは科目によってはその資料の内容についてここを十分に読むただ十分に読むということは今度はそのスピードということにも影響しますからやはり節例資料を早く読みそして小さなポイントまで十分に把握するということここを心がけるようにしていっていただきたいと思います この3つの S というのはスピードとセレクトとそれからスモールこれを心がけて最終的には試験に臨むそれ,はそれまでの準備段階でもそれをポイントとして学習を進めていくということをしていただけたら良いのではないかと思います次に資料の今度は資料の2ページ目の方に行きましょう科目別に少し簡単に合否のポイントということをまとめておきましたのでそれぞれの科目の まあ箇条書きになっている資料の方を見ていきたいと思います。合否のポイントということでまず一つ目金融資産運用設計の内容を書いてあります。まあこの金融という科目は今まで受験した方あるいはこれから受験をしているために学習している方に総じて聞く例としてやはり難易度が高い難しいというふうにおっしゃる方が多いんですね。でその難しいと感じる一つの理由として。 2級までの範囲よりも CFP 試験の範囲というところのその段差つまり難易度がより高くなっているのがこの金融資産運用設計だと思います2級までで勉強してきたことよりもかなり高いレベルでの回答を要求されるということから当然ながら難しいというふうに感じる科目であればさっきお話をしたような今までの復習ということもまず十分に心がけておいてください。 出題論点が多いということもやはりメリハリをつけた学習が必要になってくると思います出題論点が多いといってもその内容については金融商品が中心です例えば債券投資信託、そして株式といったように金融商品ごとの論点ということになりますからそれぞれの論点ごとに仕上げていって確認していくということが大切になってくると思いますそしてもう一つは計算問題の反復練習ですね 特に利回りの計算あるいは投資の指標などそして税金などについて定型的な問題が非常に多くなっていますつまり今までの過去問題で出た内容が当然その数字などを変えることによって新たな問題になっていると考えればやはり計算手順ということをしっかり押さえておくことによってこの計算問題は得点源にしていかなくてはいけないんですね一方で得点源にしにくいところが資料の読み取りです 例えば金融政策であったりとかあるいは経済金融の動向などについて時事的な問題題の出題があるわけですねこの辺りというのは過去に出た内容と同じ内容がそのままもう時勢が変わりますから出題されることは当然ありません。そこで6月の試験であればこの2020年になってからの公的な発表している内容などを読み取っておく必要は出てくると思います。ただ非常にに範囲が広いところになりますから この資料の読み取りについてはやはり学習時間としては計算問題や定番の問題難しい問題の論点ごとの確認が終わった後にその資料などを読み込んでいくということで良いと思います次に不動産ですね計算の問題がここには15問程度出てきています一方で法律に関する問題というところが計算問題よりも多くなっていますのでやはり その各不動産に関わる法令に対する十分な読み取りここが必要になってくると思うんですね特に建築基準法あたりは中心になってくると思いますただそれだけではなくて都市計画法であったりあるいは農地法であったりというように各種の不動産に関わる法令についてここを十分に理解をしてそしてそこを得点源にしていかないといけないんですねなので この法律的な分野についてなかなか苦手に感じてしまう方はそこを得点源にできるように十分に勉強時間を使っていっていただきたいと思いますそしてもう一つが税金に関するところです不動産の税制というところになっていくわけなんですがもちろんこの科目で出題されることになる固定資産税などここは不動産の科目での内容ということになるんですがそれ以外に所得税の内容であったり ああるいはは場合によっっては相続税の内容であったりつまり他の科目で勉強していることがこの不動産という科目で出題されるということも当然ありうるわけですね。そこで科目選択をする時の話に若干戻りますがこの不動産とタックスということを組み合わせた相乗効果のある勉強方法そして不動産とタックスを組み合わせた受験ということも一つの方法として取り上げても良いと思います。 土地の評価などについてはやはり相続の科目での学習ということの重複点もありますから不動産と相続という組み合わせなども科目選択の中では取り上げても良いと思いますそして3つ目ライフリタイヤと書かれているところですねこのライフリタイヤについては2級までの試験でもそうであったようにやはり非常に範囲が広くあります まず大きな範囲の中を大きく2つに分けてみると1つは資金計画の分野住宅資金教育資金そして老後資金と言われるようなこの資金計画の分野ですねこの資金計画の分野についてはやはり計算問題なども含まれてきますからその定番の計算問題に対する十分な回答の時間ということを取っておかないといけない全体が120分の中で計算問題に時間がかかってしまうようであれば 一方で出てくる文章問題については、より早い回答が必要になる。じゃあその資金計画ではない分野はというと、今度は社会保険の分野になりますね。この老後資金と年金という分野は当然重複していくところですけれども、社会保険の分野については健康保険、雇用保険、さらには年金といった形で、その各社会保障の内容が出題されます。ここは過去問でのレベル、 ここを十分に把握ししておきましょうそしてどこまでの範囲は問題の中に資料があるか例えば年金額の計算をする問題があってもその年金額を計算するための一定の算式これは問題の中に与えられているわけですね。ということになるとどこまでは覚えておく必要があるどこまでは問題に載っているからそれを活用するということの見極めをしておきましょう。そしてこののの社会保障の分野というのは 過去問題のレベルを落とさない、まあここを得点源にするということが必要になると思います。このライフリタイヤという科目は最近の傾向を見ますと、最初の問題の1というところで FP の倫理規定などが出題されているケースがあるんですね。あるいはコンプライアンス、それから関連業法、関連法令と言いますかね。まあこのあたりの出題もありますから、そこもチェックをしておいて、まあ一問から二問程度ですけれども。 決して難易度が高いところではないですから CFP の倫理規定なども得点源にしていっていただきたいと思います次にリスクと保険です資料の読み取りという項目にあるように保険の約款であったりとか保険の証券このあたりを資料として読み取った上で各問題を回答するということになるんです場合によっては問題の2ページ程度にわたって約款などが書いてあって そしてその薬缶を読んだ上でどこかに回答につながる内容があるということになるんですが、ここも薬缶のすべてを目を通してしまっては当然回答時間が足りなくなってしまいます。そこで試験問題に対して必要なところがどこなのかということ、これも演習の中で十分に把握しておきましょう。そして無駄なところを読まずに効率の良い回答をするということが必要になるのがこのリスクと保険ではないかと思います。 定番問題ももちろん多くあります例えば保証額の計算などについての問題というのは2級でも出題された内容がやや応用されている程度の時がありますからもし苦手な科目であったら2級レベルでの特に実,実技試験などの内容ということを十分に振り返っておいていただきたいと思います。ささらに法人のの保保険険契契約約級試験ででも時々出題される分野なんですが保険契約が 個人契約と法人契約に分かれたとき個人契約の方は比較的身近であるという観点から解きやすいところが法人の保険の契約になると経理処理などに関わる問題が出てくるため少し難易度を高く感じてしまう人がいるんですねただこの法人の経理処理に関わるいわゆる法人契約の保険の問題というのも問題数が非常に多くなってきていますですからここをすべて取りこぼしてしまうと 全体に影響が出てきてしまいますから。この法人契約の問題についても。苦手にすることなく、ぜひトライをしていかなくてはいけないところだと思います。次にタックスですね。この科目の特徴は六科目の中の。どれよりも計算問題が多いということです。三十問以上、まあ、三十五問程度計算問題になるんです。つまり、資料を読んで与えられた数字に対して。 自ら計算をしてそして計算の答えが四子の中のどれであるかということになるわけです文章問題と違ってその文章を読み込んで回答を出せるわけではありません計算手順を分かっておかないと全く回答ができないということになってしまいますから全体の6割から7割を占めているこの計算問題に対する対応がタックスでは重要になってきます同時に計算問題が1問 2分から3分程度で終えるということは難しいかもしれませんそこで手順を覚えておいてできるだけ一問にかかる回答時間を短くするということを確認していってください場合によっては試験時間が足りなくなりそうな時にはこの税目ごとつまり税金の種類によってはセレクトをする解かない問題があってもやむを得ないと思います所得税は 定番問題を中心に最も出題数が多いところですから所得得税以外のとととこころで仮に試験時間が足りななければやむを得ないというう。も考えておきましょう特に最後に任務に出題される会計に関する分野についてここについても仮に試験時間が不足しそうであればあまりこの会計分野の学習ということに時間を割かずまずは定番になっている所得税の計算問題に注力をしていただきたいと思います。 そして相続事業承継設計です民法それから税法そして財産評価ということの大きく3つの分野さらには CFP 試験になると事業承継の分野ということがここに加わってきますこの事業承継というのは財産評価の1つと考えてもいいんですが自社株の評価ということが大きく加わってくるんですねさらには事業承継ということで会社法などの問題ということにも関わってきます やはり難易度が高く感じてしまう方が多いのが事業承継の分野です。2級の試験までではあまり出題がされていなかったここを新た,新たに勉強しなくてはいけないということから難易度が高く感じる方が多いんですが自社株の評価などの問題についてもおおむねその評価額を計算するための算式などは問題に載っているケースが多いんです。ね。そこで過去問を十分に見て 先ほどの年金の額の計算と同じようにどこまでを準備しておけば回答ができるのかということを一つの安心材料にしてみてみください一方で相続贈与にかかる税金の計算であったりとか相続贈与にかかる民法の内容ということは基礎的な問題になっているところが多いですからここは特点源にしていかなくてはいけないということになると思います。各科目について これから cfp 試験の受験を考えようという方あるいはどの科目を受験しようというふうに考えている方にとってその科目のどういう特徴があるのかということを少しだけお話をしてきましたまず試験までの時間が迫っている中でお一人お一人がどのような勉強によって効率を高めてそして合格をすることができるかその状況をまず十分に考えながら学習を進めていっていただきたいと思いますそして この6月の試験で科目合格がすでに終わっている方6月試験での合格を終えれば6科目の合格であるという方も多くいらっしゃると思いますからその最後の試験になるところに十分に成果を発揮していって合格を勝ち取っていただきたいと思います。それでは CFP 短期合格の傾向と対策 CFP のガイダンスを終わります。